いどうもピオキンです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、このカワタンだね。最近ちょくちょく出てくるね、カワタンの一発マリオなんですけど、この人のマジでクオリティ高いんだよね。で、そのカワタンの一発マリオの中でも簡単なやつ、これ結構ね 1.64% だけど、カワタンの中でも結構簡単な方なんですよ。で、詳しく見るを見てみたら、タイムブロックとブラックパックンがいるだけなんですよ。で、さらに説明文、コインが消えないように工夫してくださいって書いてるでしょう。どんなんかね、もう想像もつかないんですよ。で、ベストタイム1秒ね。このベストタイムがね、一発マリオをクリアしていく中でね、めちゃくちゃ重要になってくるからね。コインをすべて1枚取ってからコール。これは予想できてた。じゃあどんな感じなんだろうね。さて、ここはまあ普通に倒すしかないよね。倒してどうすんのこれ。で、ドアに入ったらどうなんの。じゃあ一旦ここにパワーブロック置くでしょう。ギリギリまで行って、ここでヒップドロップしてドアに入ってみようか。これで合ってる。うわー、ないコインが。左側に投げればいいみたいな。いや、発動しろよ。なんか発動してくれよ。で、ここで最速クリアが必要になるんだよね。1秒っていうことはもう走っていかなクリアできないと思うんですよね、こういう風に。で、入るみたいな。これ以外ね、絶対ないと思うんで。ヒップドロップとかしてたら1秒超えるんですよね。なんでこれで頑張ってみよう。はい、あ、これ来たんじゃない。やったぜ。で、いや、やっぱカワタンすごいの作るね。どうもありがとうございます。で、今日のトロールコースなんですけど、これもコメントで教えてもらいました。トロールズ GO BRRR かっこトロールって書いてるんですけど、いや、こんなこと言っていいかわかんないけど言うね。取れ高がめちゃくちゃいいらしいですよ、このコース。なんと実況者に優しいことでしょう。ということで、このコースやっていきましょう。どんな感じなんだろうね。取れ高があるってことは、まあ、引っかかることがたくさんあるっていうことだと思うんですよ。さあ、初見殺しはあるのかな。ないね。やっぱちょっとこういうこと、こういうことですか、あの取れ高があるって。そう、なんでよ、な、ちょっと、え、あ、なるほど、これあれだね、大砲に乗って抜けないけんパターンだね。なんでここに落っとっていいパターン。そう、このコースなんかさ 0.72% だったけど、いや、難しいんじゃないのここ。うわ、左上はつららがあるからダメだからね。右下行きます。何もしないでおこっか。何もしない、そしたらいける。下ダメっぽいね。じゃあこの左上が正解みたいな。右下行ったら落ちるんだよね。じゃあこっち行きます。うわ、絶対つらら当たるよねここ。はい、あ、鉄球出てきたね。うわ、キノコ、ナイス反射神経。これでいけるのか。多分ここで下に落ちないようにできるはず。いや、待って。それじゃあここ下降りてリフトに乗る。リフトを右に避ける。そう、こっちで、ジャンプしたらいけないと思うんで、斜めジャンプしよう。多分ね、うわー。なんだってこれは。じゃあここは右に行くでしょ。ここは何もしない。よし、そしてピーヨンがなくなって左行こう。テン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 。さて、ここの土管入ってすぐ罠があると思う、このコース。なんで入ってすぐジャンプするね。ただそれが正解。おい。ここの缶入ったら何もしないが正解かな。しゃがんでおこう。初見殺し感半端ねえここ。それじゃあここ金魚がやられたすぐジャンプ。オッケー。そして、うわ、わかんないね、ここどうすればいいのかもわかんない。ここじゃあ右上行こっか。こっちが正解と信じたい。頼む。なんだお前は。お、期待させんな。もう左下以外ない。このオープンブロック乗って左行こう。よし、いや大丈夫だね。で、ここは一旦左でいいのかな。いや、一歩一歩で、ここでジャンプ、そしてこのまま左上にジャンプはいけないと思うけど、頼む。どうすりゃいいのこれ。この亀地けるよ、いけ。なるほど、そういうことか。あのツタを登って土管のところに行かないけん感じね。で、オンオフが変わってここで蹴る、そしたらツタが出てくる。そんでこのツタに登っていこう。
で土管に入る。よっしゃ、中間ポイントは、中間ポイントがまだないで、怖っ。ここひどい、相当すごいね、初見殺し感っていうのから。じゃあここはクリームを踏んでジャンプ、そして避ける。何これで良かったんですかね、これは。何、頼む、コインか。うわっみんな期待してるでしょ、ここでコインコインコインって。私やりませんよ、コイン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 。コインなんか一回しかね、コインやった。じゃあここはこのまんまジャンプだね。でここもジャンプしていい、そしてここもジャンプして一旦何もしないでおこうか。いや大丈夫、右って右を信じれ。オッケー、なんでいないもん、行くなよ。ここ死に耐久とかあったらめちゃくちゃ鬼畜そうだよね。いや絶対きついよ、ここの死に耐久。ちょっと期待してる自分がいるのがね、なんかなんか嫌だね。それじゃあここ右押しっぱでよかったっぽいね。右押しっぱ、もういっちゃ右押しっぱ、やったー嬉しい。ここはジャンプしてなんか出す感じでしょ、頼む。なんで右行こう、右押しながら落ちる。よっしゃ、うわ引っかからんかった今の、嬉しい。これはコインか、ここコインコインできる場所いっぱいあるんじゃない。次あったらしますね。さてここは、あ、ここ足場あるから行けないんだね。じゃあこのまま上行こう、多分こっちで合ってる、頼むよ、来いよ。やったぜ、中間ポイントじゃんか。そしてこのまま上行って一旦当たって下に降りる感じだね。ここ怪しくない、めっちゃ50コインのとこ。一旦ここ開けてみよう、何が入ってるんだろう。キノコねえ、ねえ大丈夫、ここやれるパターンじゃないの。あ、いけたね。あ、正解ですか、もしかして。いや正解っぽい、うわなんか今日順調じゃねえ、順調じゃねえ噛みましたけど、なんか順調だね、このまんまね、この勢いでいこう。さてこれは何だろう、キノコ。いやこれは大丈夫じゃない、ここほら。で靴履く、え順調すぎ、順調すぎて怖いね。ここは上に行こうか、ジャンプジャンプなあここのキノコ一回取ってみる、キノコ取ってで下に降りてみよう、これでもいいんじゃない。そんでそんでよしそんでここ壊す、で下から行く。いやこれだね。そして次はうわどういう感じだろう、あここで靴捨てるみたいな、これが正解、よし。でこのまま上、オッケー上がりすぎた、絶対これ上がりすぎた。こっち何、新耐久ですか、耐久させろよ。ここバネで上がったらいけないね、多分ジャンプ、そうこの普通のジャンプで上がって、え何ドクドク言われてるよ、さすがにボスはいないよね、なんでしょう。リンクで右に逃げます、いや多分これで合ってるね。で上には上がれるんですけど、右か左か、うわこういうの苦手なんだよな、まあ、これが絶対さ、あの罠と思うじゃん、あ罠じゃね、正解と思うじゃん。なんでここ左決定、オッケー、見た見ました、これが僕ですよ。でここで合ってるんでしょ。いやー、それじゃあここ上を失敗してみる、ドアかなんかあるんじゃない、やっぱり、いや正解だね。左に逃げとかなまずい気がするもうせもうせ、それじゃあここはドアに入って常に左を失敗しとくね、左を失敗、頼む逃げてくれ、どこ行ってんのこれはひどいこれはひどいよ、頼むって、もうど何イエイじゃねえんだよ。途中で右に切り替える、ここ、よしなどこにやられてんの、3度目の正直だね。ここで右、そしてジャンプしてね、オッケーオッケー、よし完璧だね。で左ジャンプ、うわ怖え、この辺大丈夫、でも一方通行だもんね、こっちしかないからね、大丈夫だとは思うんですけど、中間、あれは慌てない、慌てないダメだろ、戻れない、うわ戻れないね。
大体さ、中間ポイントって慌てたらいつも取らしてくれんやんか。なんで今日だけ取らしてくれんのよ。そういえば最近ね、ツイッターでさ、スペースっていうやつができるんだよね。フォローしてくれてるみんなとね、おしゃべりができるんですけど、そのスペースを開いたらね、僕いつもね、なんかいじめられるんだよね。誰か助けてくんないかなと思って。それじゃあこの土管入ったら右ダッシュで良さそうだね。いや、いけるでしょ。今度こそここでジャンプ。オッケー、うまい。危ねー。今の神よけだね、この日。待って、なんか入れんよ。多分ね、上から入る形だね。こう、よし、オッケー。なんかね、まっすぐ行ったらドアに入れませんでした。そしてやられます。まあ、中間からだからいいんだけど、ここすぐ右に行かなきゃいけないね。そしてオンオフして、なんか今の引っかかりたかったような気もするけどもう普通に行こう。これは左だね、絶対左。見よってよ、ちょっとあれするね。あ、左じゃないのかな、こっち。いや、絶対こっちだって。行け、ナイスそしてここに置っとったらね、大体大丈夫。ほらね、イエーイなんだよね。で、この場、いや、で、ここはジャンプ下から行った方が良かったかな。多分ね、これは土管に入ると思う。あれ、上に行くんじゃないのこれ。あ、いや、こっちだね。あ、リフト来ないね。じゃあこのまま右行こっか。で、ここのドアで合ってる。しょうもねえ罠に引っかかってしまった、こんな。それじゃあここは綺麗に入ろう、この辺。よし、こっちで正解だね。そんで、いやー、待って、嘘でしょ、また同じ画面。いや、同じ画面系苦手なんだよな。前も言ったと思うけど、同じ画面やってたらね、もうなんか狂っちゃうんだよね。あれ、さっきどうだったっけみたいな。それじゃあここの入って、また同じ画面なんですぐ右に逃げる。そうで、さっきと違うと思うんだけど、このまんま左一回逃げるね。なあ出すよ。いや、さっきと違うことは分かってるんだって。同じ画面系はね、絶対さっきと違うから。だからね、いつもの決まり文句、さっきと違うやんかはね、多分いらないと思うんです。いやー、それじゃあ2つ目の画面なんですけど、ここから左にね、バブルが降ってきた。じゃあ右に逃げよう。そしてこの金魚も一応見えたは見えたんですけど、ここだよね問題。こっからもう一回左にね、ないと思う。左はないと思う。なんで右、やったわここ右で合ってたんだよ。右で合ってて、もう一回避ければよかったんだよね。ここでジャンプ、そう、これでよかったんだよね。で、ここはどうしよう。一旦右に行ってジャンプしよっか。はい、これで合ってるんだけど、また土管にね、入ると思うんだよね。絶対ここの土管必要だと。何キノコ、いや大丈夫、いやきっと大丈夫だよ。ここで当たるでしょ、ここで当たろう。で、下に降りよう。穴を見つけましたね。いや、絶対これで合ってるよね。じゃあもう一回このドア入って、もう一回違うパターン。いや、嫌な予感しかしねじゃあどうやって行くの、上に行くのかな、これ。上行ってみよっか。はい、あ、いや、キノコ、あ、こっちで正解だ、絶対そう。よし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 、で、右。いや、ここ絶対やられる予感しかしねえ。ドッスンが下で待ち受けてるんで、ドッスンの方左押しながら行こう。うわっはははは、右やん。いや、誰かがね、書いてたんだけど、僕さ、2分の1さ、相当外すじゃん。2分の1ってさ、50分の1じゃん。何を言ってんだろう。いや、50分の1じゃない、 50% じゃん。ピオキングの場合は 50% じゃないみたいな、外れる方が 90% あるみたいな。実際それ多くない？2分の1さ、めちゃくちゃ外すよね。まあ、外してる方がね、目立ってるからそう見えるかもしれないんですけど、それでもだよ、それでも2分の1は相当外してると思う。もう 50% なんて嘘だね。それじゃあ今度右を失敗、よし。で、ここはドッスンが右に来るパターンかな、あのドッスン。うわー、ずるい、それはずるいよこれ中間ポイント3あるかな。いや、3あったら結構鬼畜だよね。それじゃあここはね、バネに乗ったまま右、そしてこのまま右にダッシュ、パフ。右下のあの50コインのところ行ったらすぐジャンプしなきゃいけないね。こう、よし、で、上。いや、本当にね、中間ポイント3までないで、え、待って、あ、戻ってきたわけじゃないと思うんだよね。あ、リンクがあるね。オンオフが一応変わってるパターンか。で、
ここでオンオフをして、さっきとね、なんか違うんだよね。さっきと違ってて、ここは走って、あーいや、合ってる合ってる合ってる。なにそこに、なんなんなんか、あ、待って、中間ポイントからでしょ。どうなのこれ。うわーセーフティー、もう言葉になんねーよ。もう何やってんのもうここは右行けないのかな。ここジャンプ、よし行けた。ここで変わる、やっぱ変わんないね。っていうことは絶対あのドクロコースター乗らなきゃいけない。なんで左を失敗でいいのかな。左を失敗で行ってみるね。ドクロ乗って左を失敗、頼む頼む頼む。どうすりゃいいのこれ。右を失敗する、爆弾持っておこう。一応爆弾持っておいて、あ、右を失敗で行けたよ。来た、あれオンオフ変わらんくね。やったぜ。いやこれは難しかった。どうもありがとうございます。で今回このコース初見殺しがねめちゃくちゃ多くてすごく難しかったんですけど、取れ高はどうかな。教えてくれた方、取れ高取れてるかな。それでは今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてぴよきんぐのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。